はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の対数関数の導関数丸2をお送りします。で、前回の続きになります。で、問題は4問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ひとまず、まあ、対数関数なのでログを使っていくんですが、まあ、ログ X を微分したら X 分の1みたいな、まあ、その基礎の部分はね、もし不安があれば前回の動画を参考にしてみてください。で、今回は問題演習ですね。で、まずここから行きましょう。で、こいつを微分すると、まあ、ログ X をね、一つの塊って考えれば、まあ、置き換えると A2 乗になりますよね。ここは A って置けば。そうすると、これまず微分すると 2A になるので、2のログ X になりますと。ただし、置き換えを使っているときは、最後にその置き換えたもの。だからログ X ですよね。それを微分したものをかけなければいけないと。で、ログ X を微分すると、X 分の1。まあ、前回やりましたね。になるので、こうなる。微分してから、その置き換えたものを微分したものをかける。まあ、いつもやってるやつですね。で、あとはこれも書き直せば、まあ、全部へ乗っけちゃいますかね。X 分の、2ログ X と。これで終了となります。ではサクサクいきましょう。で、次は分数になってます。X 分のログ X ですね。で、まあこれは小の微分のところでやったように、それを使っていきましょう。ちょっと右に行きますかね。あんま入んないかな。あ、いけるか。で、まず小の場合は分母。下を2乗します。スタートがね。だから X の2乗。分の上を微分して下そのまんま。で、上を微分すると x 分の1。それに x をかけるので、まあ、1になりますと。だから、1引くことの上そのまんまで下微分です。下微分すると1になるので、上そのまんまはログ x が乗ります。で、これも何もね、この後、整理することができないので、で、これでも終了という形ですね。まあ、ここまではね、サクッと OK かと思いますが、まあ、この後ちょっとめんどくさいと。で、3番が、ログ、カッコ、X プラス、ルート、X2 乗プラス3と。ね。まあ、カッコの中ちょっとややこしいわって感じになってますけど、まあ、やり方は同じです。で、置き換えは、ここをまとめて、まあ、置き換えると考えてください。つまり、まあ、そこをね、ラージ A って置けば、ログ、ラージ A になります。だから、ログ、ラージ A を微分すれば、ラージ A 分の1ですよね。まあ、X 分の1みたいな感じで。だから、まず、その微分した状態を書きたいので、こいつをそのまま A 分の1って考えれば、X プラス、ルート X2 乗プラス3分の1がまず出てきます。で、その後に置き換えたものを微分したものを書けると。つまり、こいつを微分したものを書けたいので、確保しとくか。x 微分すると1。で、プラス、ここですよね。これちょっと別の場所でやりましょうか。x2 乗、プラス3。で、ルートなんでね、一応2分の1乗として考えましょう。これを微分します。で、微分するとしたら、肩についてる数字が出てくる。だから、2分の1、プラス3。で、肩の数字が1下がるので、2分の1から1を引いて、マイナス2分の1になりますと。ただし、これも置き換えを使ってます。x2 乗プラス3。ここを丸々置き換えて考えているので、これを微分したものを最後にかける。で、これを微分すると 2x なので、それをかけましょうと。で、まあ、2はね、切れるんで切っちゃいます。で、マイナス2分の1乗っていうのは、ルートにして微分に持ってくる。こうですね。これが、これです。で、あと x が残ってるんで、はこうなりましたよと。で、それを書きます。2乗プラス3分の x と。で、なかなかね、これもちょっと見た目がめんどくさいですけど。で、ちょっとこのまんまでは綺麗ではないので、ここからまとめていきます。で、これどうしようかな。後ろの括弧をまずまとめましょうか。1プラスこいつになってる。で、1っていうのは、ちょっと逆になっちゃいますけどね。これもともと1のとこね。1は x2 乗プラス3分の
ルートは x2 乗プラス3ですよね。まあ、こうなりますと。だから、この部分、書き、もう一行いけるかな。書き直すと、まあ、左様いきますね。ルート x2 乗プラス3分の1と。これ同じの書いただけです。で、こっちは今、この子ね、ここはこの部分なんですけど、おーってやっちゃったよ。まとめると、分の、x プラス、まあ、こうなりますと、分母が共通になってるんで、まあ、書き直すとこうなる。で、こうすれば、ここが切れるんですよね。ちょうど、丸々同じなので。だから結局残るのが、ルート x2 乗プラス3分の1と。まあ、答えはすごく綺麗な形になるんですが、これで終了となります。処刑しますね。すいません、4番ね、ちょっと青でピッて引いちゃいましたけど。もうこのまま行かせてもらいます。で、4番なんですが、これやり方ちょっと2つアプローチがあって、多分ね、好みで分かれると思うんですけど、まず、この形。ログ、まあ、a 分の b、まあ、分数ね。ログの中が分数になってるとき。これ、変形すると、ログ b マイナスログ a ですよね。これ、ログのルールで。はい。はい。強いか、オッケーオッケー。なので、これも、ログ、カッコ1プラス 3x、マイナス、ログ、カッコ1、まあ、1プラス 3x マイナス、ログ1マイナス 3x。まあ、これと同じような形。に、まあ、計算と変形してしまって、そっからね、微分するっていう形でも OK ですし、まあ、分数になってるので、そのままやっちゃってもいいかなと思います。で、自分はですね、ここを、自分はこっちは今回使わないでやったんですけど、ここ一塊全部ね、ちょ、囲っちゃおうか。これをもう一塊として考えました。だから、ログ。こいつをね、A って考えると、微分するとさっきもやったように、ラージ A 分の1なわけですよ。だから、A 分の1にしたいんですけど、いいか、これよりも、どうしようかな。A 分の B の分の1なわけですよ。今これがね、A だから。で、分数分の分数っていうのは、ひっくり返って B 分の A に変わるので、上が1だったらね。だから、今回も、こいつを A 分の1でひっくり返したかったら、出てくるときは逆になります。だから、1プラス 3X 分の、1マイナス 3X になりますと。まず置き換えて、まあ、微分して A 分の1に持ってきましたよと。で、あとは、置き換えたので、こいつ、これ一塊ね。こいつを微分したものをあとはかけましょうと。で、これはもう分数になってるので、まずは、分母の2乗ですね。分母の2乗分の上、微分したものをかける下そのまんま。で、上微分すると1は消えますと。で、3x 微分すると cosx ですよね。だから、cosx かける下になるから配っちゃいます。コサイン X マイナス、サイン X、コサイン X。引くことの、ちょっと伸ばしますね。引くことの、下微分して上そのまんま。下微分すると、一応消えるんですけど、マイナスコサインが残るので、それを上、ここに配ると。で、マイナスコサインなんですけど、もともとマイナスがいるんで、もうプラスコサインとして考えます。で、配ってあげると、プラスコサイン X、プラス、sinx, cosx とこうなります。で、こうするとですね、sin, cos が消えるんですよ、ここ。ちょうどね。だから、分子、上は 2cosx になります。2cosx ね。で、ここで綺麗になるのが、まず、この 1-3x が、ここが1個消えるんですよね。消える。そうすることによって、下が1プラス 3x。カッコね、カッコね。1プラス 3x、カッコ1マイナス 3x になります。で、これ公式で展開すると、1マイナス sin 事乗 x なんですよね。公式で展開すると。で、上は 2cos3x が残ってるんで、こうなります。で、ここで終わらずに、1マイナス sin 事乗 x。これね、まあ、公式でやりましたけど、どうこうに書く sin 事乗プラス cos 事乗。まあ、超有名なやつですね。これは1だと。sin 事乗足す cos 事乗は1。なので、これの変形形で sin 事乗右辺に持っていくと、
こうですね。コサイン事乗っていうのは1マイナスサイン事乗 X なんですよ。だから、もろですよね。1マイナスサイン事乗 X が、コサイン事乗 X なんで、こう変形できると。で、こう変形すればコサインが1個約分できるんですよね。と、することによって残るのが、コサイン X 分の2。これで終了となります。で、一応ですね、これ、こっちのね、ログ A 分の B でこう変形する側も解いてみたんですけど、多分、そっちの方が楽です。やってみた感じは。ただ、自分が最初初見で解いた時に、こっちでね、自分がやったので、こっちで紹介させてもらったんですが、もちろんね、そっち、このパターンで解いてもらっても構いませんので、まあ、どちらからアプローチでやってもらえたらと思います。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。